こんにちは、アマゾイスサポーター堀秀夫です。コロナウイルス騒動でオーストラリア向けの輸送手段郵便局が扱いを停止しちゃいました。でね、船便なら行けるのかなと思ったら船便も止まってるということでね、今代わりの輸送手段を探しています。で、代わりの輸送手段でね、有力なのがどうやら船便ということでね、 EMS 以下の料金で送れる。他、これからまあ説明してきますけど、他の輸送手段はね、全部 EMS よりやっぱり高くなっちゃいます。ですが船便だったらね、EMS 料金以下で送れる。で、配送期日も、それほど劇的には変わらない。これね、郵便局の船便じゃなくて民間の別な船便です。今、見積もり取ってるところは輸送日数が、横浜からシドニーまでで22日、料金的にはね、まあ、細かい料金を今確認中ですけど、まあ、当然船便なんでね、EMS 料金以下で送れることは、まあ、間違いないという感じです。で、船便、ね、それ決定まで待てないよ、補充商品がもうあるという方にね、おすすめというか、使う輸送手段、一通り調べました。まず、ヤマト運輸、これはおすすめできません。料金はね、ゆうパック並みで、EMS 並みで安いんですけど、まあ、出しても正直配達できるかどうか分かんないと。で、さらに、配達できなかった場合、料金戻らない。料金戻らないのみならず、途中まで行ったらそこから戻ってくる料金はまた別途かかります。追加でかかりますという話です。まあ、そこまで言われてね、頼む人いるのかなという気はするんですけど、まあ、そういう説明をしているということはもうね、受けたくないと。いうようなね、状況になってます。で、DHL。まあ、これ DHL は、まあ、料金非常にわかりやすい。ね。で、小さい商品、扱ってる会員さんで補充の商品なんかを急ぐという場合はね、DHL は、まあ、順調に届いているようなんでおすすめです。ボックスによって料金決まってまして、まあ、それ以外の要素はないと。ね。ボックス、取り寄せて、で、そのボックスに詰めて送ればいいだけです。それから、全日空系の OCM。OCM は、まあ、料金ね、まあ、高いですけど、まあ、全日空飛んでるんでね、発送可能という形になってます。ただ、食品運べません。それから、FedEx。まあ、FedEx はね、自前の飛行機飛ばしてるんで、荷物は行きますけど、まあ、ただ、料金高いと。このね、キャンペーン料金で 55% オフとかなってますけど、これを引いても、なおかつね、55% オフにしてもね、他と一緒かむしろ高いというぐらい高い、ね、料金になってます。このね、FedEx だの、DHL だの、UPS だのっていうのは、まあ、たくさん送るからという形でね、まとめて交渉すると安くなるんですけど、今、ね、郵便局が引き受けをやめた状況において、新規でこの交渉して安い料金取るっていうのはね、まあ、ほぼ無理なんでね、航空便は、まあ、安く送るというのはね、平常に戻って、荷物がある程度まとまってからの交渉ということで、今現実的な問題として、使えるのは、この DHL でね、小さなものを送ってしまう。で、通常のね、今まで納品していたようなものは、EMS の料金以下で送れるように、船便を、探してますんで、まあ、そちらをお待ちいただきたいというような状況です。まあ、来週にはね、こんな形でここに送ってくれればいくらですというアナウンスができるかなというようなね、スケジュールで調査してますんで、少々お待ちください。また輸送方法についてはね、何か、まあ、自分が使っているところ、こういうので発送できるとかね、あるいは荷物をもうちょい増やしたいというようなね、荷物を自分が送っているところに、自分のところに送ってくれれば増やしたいと、そうすれば料金下がるというようなね、輸送手段がある方は、また、お知らせいただけるとありがたいです。アマゾイスサポーター堀秀夫でした。